一年間撮影お疲れ様でした。今年もいろいろあったね。そうだね。チャンネル登録者も25万人ぐらい増えたしね。すごいことだよね。見てくれてる子たちにも感謝しないとだね。バナオ、感謝。今年一年いい年だった君は。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。やっと冬休みだね。だね。二人ともお正月にお餅食べすぎて喉に詰まらせないでよ。二人ともお掃除したの？僕はバッチリ。私はこれからするのだ。じゃあちょっと見せてみてよ。まあしなくてもいいくらい片付いてるんだけどね。わお。おばあちゃんの部屋は掃除しなくてもいいくらい片付いてるじゃん。まあ年末だから気持ちを切り替えるためにもね。思ったより色も統一されてて綺麗だったからあんまり面白くないね。一体どんな家を期待してたのだ。さあさあ掃除するから帰った帰った。それじゃあおばあちゃん、良いお年を。良いお年をね。良いお年を。またね。ところでバナオくんは大掃除したの？俺は完璧に仕上げたよ。お、珍しいじゃない。すっごい綺麗になったから見ててほしいな。どうぞ。バナオくんの家に入るの久しぶりだな。すごい綺麗でしょ。無駄なものがないっていうかさ。本当だ。ゴミもなくて、布団の周りに、冷蔵庫やテレビやパソコンに、物をすぐ取り出せるようにチェストまであって、正月にぐーたらする気満々じゃねえか。バレちゃった？こんな一箇所に全部集めちゃって、大丈夫？まあ時代は効率化だからね。健康的な生活するように気をつけるんだよ。任しといて。それじゃあ、カシュ君、良いお年を。はい、良いお年を。バイバイ。じゃあねー。いやー、バナオ君ちょっと不安だな。これに比べて僕のこの建築、一切の妥協もなく美しい。中も完璧に整理されている。冬休み長いし、ちょっと暇かもしれないな。何して過ごそう。今日から仕事か。いや、休みっていうのはあっという間に終わっちゃうな。まーちゃんとバナオくんは一体どんな冬休みを過ごしたんだろうな。お、まーちゃん、明けおめ。おー、カッシーくん、明けおめ。休みはしっかり満喫した？うんうん、超ゆっくり休めて最高だったのだ。今年もよろしくね。よろしくお願いします。ところで、バナオくんは？ん？まだ出てこないね。もしかして、餅を喉に詰まらせて、家で倒れてるんじゃないの？あ、絶対そうだよ。早く助けてよ。バナオくん、大丈夫？あれ？ドアになんか、コンクリートが置かれてるな。え、一体なんでこんなところに？これじゃ中に入れないよ。助けて。え、バナオくん、バナオくんの助けてっていう声が今、聞こえなかった？緊急事態だよ。バナオくん、大丈夫？痛い。助かったね。コンクリートじゃなくてバナオくんだったの？どうしたのその体。くっちゃねくっちゃねしてたら太っちゃったみたいだね。それって正月太りってやつ？絶対この布団から動かなかったんじゃん。うん、時代は効率化だからね。いやいや、効率っていうかこのままじゃ仕事ができないぞ。バナオくん出れないじゃん。挟まって出られないんだよ。でも今日から動画撮らないといけないんだよ。この家の中で撮影するわけにもいかないし、これだけのスペースで痩せるとなるとな、とてつもない時間かかっちゃうんじゃないの？それはすごい困るよね。困らせてるのはバナオくんじゃん。そうだよ、急いでその体験なんとかしないと。どうにかしてバナオくんをこの家から出すことができたらいいんだけどな。でも出ようとしたら挟まっちゃうから出れないしね。出られたらダゲットはすぐできそうかな。外に出れば方法はいくらでも思いつくんだけどな。それならオイラにいい案があるよ。え？一体その体でどうやってここから出るっていうの？それはね、あの、ん？こいつね、壁を破壊すればいいんだよ。ちょっと二人危ないから出てて。なんか本当に危険な感じがするんだけど。だね。家ごと破壊しないように気をつけるんだよ。隣僕の家だから。気をつけるね。お願いします。本当に出てこられるかな。あ、バナオくん、うまいじゃん。僕の家無傷だよ。ちゃんと自分の範囲だけなのだ。派手にいっちゃったね。
派手に行ったけど、まあ人の家には迷惑かからなかったからいいとしようか。それより外には出れたけど、どうやってダイエットするの？まずはそのポヨンポヨンのお腹とたるみ切った上腕二頭筋をなんとかするためにサンドバッグを作ってトレーニングをしようよ。わあ、それいいね。タロンタロンの腕も引き締まるね。それじゃあ早速作りに行く？あ、ちょっと待ってよ。あそこにパソコンがあるじゃん。僕いいこと思いつきました。ついでにあれを頼んでおこう。よし、できたぞ、サンドバッグ。うわー、なんかかっちょいいね。早速叩いてダイエット始めようよ。そうだね、これなら楽しいし一気に痩せそうな気がするよ。いいぞいいぞ、いい調子。シュッシュ、どう？もう結構痩せてきたんじゃない？シュッシュ、まだ始めたばかりじゃねえか。一体これどれぐらいやったらいいのかな。バナオくんが少しシュッとするぐらいまでは続けていこう。でもこれなら楽しいし本当にずっとできられそうだよ。でもなんかちょっと疲れてきたね。あー、もうダメだ、休憩。おい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 、まだ始めて5分も経ってないぞ。もうちょっと腕が疲れちゃったね。気持ちまでたるんでやがる。それなら次は足を動かそうよ、ランニングだ。いやもうダメだよ、オイラの肺も悲鳴を上げてるんだよ。これぐらいで諦めてどうすんの。このわがままボディを動かすためには倍の筋力がいるんだよ。そんなぽっちゃりしたバナオくん、みんな見たくないんじゃないの、ポッピンズ。じゃあいっそのことポッチャリーズに改名する？ポッチャリーってバナオくんだけやん。じゃあオイラポッピンズを脱退しないといけないかもしれないね。何言ってんだよ、諦めるんじゃないよ。カッシーくん。ん？あ、まーちゃんが来たよ。カッシーくん宛ての荷物が届いたのだ。あ、これってもしかして頼んでおいたやつかな。これこれ、2つのポーションにエンチャント付きのブーツ。あれ、1つ足りないな。もう1つは後から届くらしいのだ。一体何が届いたのだ。じゃん、俊敏のポーション。これで移動速度を上げることができるんだ。バナオくん、早速これを飲んで。こんなの飲んで意味あるの。移動速度を強制的に上げることで倍のカロリーを消費することができるんだよ。なんだか体が軽やかになってきたね。これなら俺らランニングトレーニングを始められそうだよ。カヌー。すごい、大きな体なのに全力で走れてるのだ。まるで俺らチーターになった気分。マイカー界最速の男、チーターバナオくん。これなら一気に痩せられそうだね。ダメ、これだけ走り続けたらきっと元のバナオくんに戻るのよ。いやでもいつもの3倍ぐらいの大きさに肥大化してるからな、そう簡単にはいかないんじゃないの。動画が出せないのは困るから、おいら頑張る。バナオくんの気持ちだけが頼りだよ。疲れた。ほらね、まだまだ頑張れバナナ。気持ちまでたるんじゃってんだよ。たとえ体力は切れても気持ちだけは前のめりにいかないな。いかんのかーい。ちょっと休憩。何諦めちゃってるのバナオくん。バナオくんのプリティで可愛い姿をみんな画面の向こうで楽しみに待ってるんだよ。このままじゃ可愛くないよ。待ってるかな。それじゃ頑張らないとね。そう、その息だよ。見てくれてるみんなのために頑張って。高評価で応援してね。よしよし、だいぶ痩せてきたな。一回り小さくなったのだ。おいらもずいぶん動きやすくなったよ。これで動画撮影できそうだね。いや、それはまだ甘いよバナオくん。元の体型にはまだまだ戻れてないのだ。でももう準備のポーションがないのにどうやってダイエットするの。次はこれとこれを使うんだ。水中呼吸のポーションに水中歩行のブーツ。これでどうしたらいいの。もちろん水中トレーニングだよ。こんなに寒いのに。大丈夫大丈夫、体を動かしたらあったかくなるから。その余ったりた根性もろとも叩き直してやるよ。こうなったらバナナのど根性を見せるしかないね。その息だよ、ゴーゴーバナオくん。頑張れ頑張れバナオくん。さあどうぞ。よしよし、入ってみるよ。うわー冷たそう。うわー冷えてるね。ガッツある。バナオくんまずい、どんどん池で凍ってってるから急がないと。俺らも冷凍バナナになっちゃいそうだよ。冷凍バナナになるのが先か痩せるのが先か勝負だよ。鬼のようなトレーニングだね。ダメだ、寒くて足が動かなくなってきたよ。バナオくん、まずい、バナオくんの足が凍って溺れかけてるのだ。冷た、大丈夫バナオくん。ちょっと暖を取らせよ。死ぬ。まずい、早く上がるのだ。これは耐えられないね。急いで焚き火の準備をするのだ。あったかい。幸せ。
死ぬかと思った。このトレーニングは休憩しながらやるのだ。うん、頑張る。だいぶ温まってきたな。だね、そろそろ走れそうな気もしてきたよ。よし、頑張るのだ。じゃあちょっと行ってくるね。冷たい。寒そう。でもバナー君、あと10周するまではお昼ご飯抜きだよ。鬼だね。バナー君よく頑張ったな。さらに痩せることができてるよ。元通りに戻るまであともうちょっとだね。スタイルはバランスが重要だからな。あとは下半身に合わせて全体を調整していかないと。アッシーくん、バナオくん、またカッシーくん宛ての荷物があったのだ。ようやく届いたか。何を頼んでたの？実はね、人気すぎて売り切れてたんだけど、じゃん、これ跳躍のポーション。このポーションで一体どうするの？これを飲んでジャンプトレーニングをするんだよ。バナオくんの足は脂肪を燃やすことで細くなることはできたけど、さらに筋肉を増やすことで代謝を上げてカロリー消費を増やしていくっていうこと。なるほど。それにジャンプなら全体を使うから足だけじゃなく全てが痩せる気がするのだ。それならこの地獄みたいなトレーニングとお別れして早く始めようよ。だね、早速飲んでみよう。うん、頑張るよ。わあ、まるで羽が生えたみたいに体が軽いじゃん。すごいジャンプ力なのだ。それじゃランニングも合わせて脂肪にダブルパンチだよ。おお、バナオくんのやる気がすごいだな。とにかく筋肉を感じて、筋肉の鼓動を。声を聞くのだ。どうやらおいらの右足と左足に名前があったみたいだね。右足はアマドネス、左足はジョブリッチ。この二人がついてればどこまででも行けそうだよ。すごいよアマゾネス。頑張れジョブリッチ。この調子ではあと3日まではきっと痩せれるよ。いいぞいいぞ、その調子だ。筋肉と意識を融合させるんだ。このジャンプトレーニングはバナオ君の反応からして期待大なのだ。ちょっと気分も乗ってきたし、あの山でも登ってみようかな。ちょっとどこ行くのバナオ君。遭難するよ。夕方までには帰るね。あるんだ、心も鍛えられてるのだ。これどうやって降りたらいいの？筋肉をしっかり鍛えたら落ちても平気だよ。そこで飛び続けるんだ。よし、おいら頑張る。じゃあ僕たち家で待ってるからね。お昼ご飯食べておくのだ。羨ましい。カッシーくん、あれから1ヶ月経ったけど、バナオくんのダイエット成功したの？成功どころか大成功だよ。え、バナオくんの姿を早く見たいのだ。カッシーくん、まーちゃん、噂をすれば来たみたい。早く昼ご飯にしようよ。究極体バナオ完成。誰やねん。はい、ということで2022年ポッピンズを見てくれて本当にありがとうございました。ありがとうございました。いつも見てくれてる君も、たまに見てくれる君も本当に感謝です。来年もポッピンズらしさ全開で楽しい動画をお届けするのでよろしくお願いします。それじゃあみんな、良いお年を。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくね。